はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。第3区画に入ったところで、ちょっと逃げ帰ってきたところですね。なので、今回はその第3区画ですね、もう少し奥に進んでいこうと思います。ゲートポートからまた行きましょう。で、そう、ちょっと1レベルだけレベル上げをしました。まあ1レベル上がるとどれくらい強くなるのかっていうあれもありますけど、なのでみんなレベルは7っすね。で、ちょっとレベル上げでうろうろしてる間に、ここを開くことができたので、第3区画へのショートカットですね。多分すぐ行けると思います。忍者くんだ、忍者くん、一撃力食らった。こっちで1ターンかかるからな、1体倒すと。ヒール、では移動しましょう。第3居住区シェルターはもう少し先だ。もう少しってどれくらいだよ。あそこは赤いしな、また逆側から行く感じか。許さん。お、ファストアタック。わあ、またなんか強そうなのが出てきた。ヘルハウンド、こいつ、いや炎って感じもするけど、ちょっと水効くのかやってみましょう。で、ちょっと待って待って待って、こいつを先に攻撃する。ヘルハウンド、ちょっと早いと分かんないんだけど。第3居住区は音楽がまた違いますね。ランドスラッシュストライクの8使うからな、結構消費しますよね。気軽には連発できない。カラータイマーが、あ、アイテムがいっぱいだって。何をそんないっぱいあるの。あ、これとかも全部あれか、アイテム欄に入るんだ。そうか、どんどん合成していった方が良さそうですね。ちょっと戻るにはな、まだ早すぎるからな。ライフキットを使っちゃいましょう。仮面ライダー、ライフキット何個ある。 1,2,3,4,5,6,7 6個くらいか。厳しいな。仮面ライダーのヒットポイントはひとまずこのままで。わかった、これはちょっと回復させないと思われます。ミスが多い。ヒールと、お、これはここがシェルターの入り口か。おお、メディカルスイッチはちゃんと手に入ったよ。ちゃんと手に入れたようだし、メディカルスイッチをフォーゼに手渡した。おお、これだよ、これありがてえ。メトの様子はどうだ。応急処置でなんとか毒の進行を食い止めているが、もう限界だ。すぐにこいつで解毒する。みんなシェルターの中へ。フォーゼはメディカルスイッチを使ってメテオの毒を取り除くことに成功した。するとメテオは瞬く間に体力を回復し、すぐに起き上がれるようになった。ありがとうフォーゼ。
礼ならこいつらに言ってくれ。俺の新しいダチだ。みんなすまない、俺のために。いいってことよ。恩返しと言っちゃなんだが、俺にできることがあったら何でも協力するぞ。お、ライジングガンダム。ちょっと待てよ。ダメじゃない、まだ安静にしてなくちゃ。ライジングガンダム。え、ゴッドガンダム。やっぱりここにいたのか。ええ、あの後気がついたらこのキューブにいて、ジェガン部隊に助けられたの。みんなを探したかったんだけど、それよりもこのキューブの残像を見たら、いても立ってもいられなくなっちゃってね。ここで負傷者の治療や看護をしていたの。なるほど、お前らしいぜ。あ、ユニコーン。あの、ん？君は確か恐竜戦車に襲われていた学生だね。はい、ユニコーンとネモです。二人とも無事に避難できたんだ、よかった。そのことのお礼を言いたくて。ありがとうございました。素直で礼儀正しくていいやつらだな。あ、ではこれで。よし、メテオも元気になったことだし、俺はなでしこ探しを再開するぜ。あら、尋ね人。ああ、行方不明になっているダチがいるんだ。どんな人かしら。人じゃねえだろ、だから。フォーゼはライジングガンダムになでしこの特徴を話した。あ、それならついさっき似たような子の目撃情報があったわ。ここに避難させようとしたけど、逃げてどこかへ行ってしまったっていうの。なんだって？じゃあまだ近くにいるかもな。こうしちゃいられねえ。おい、待てよ。それなら俺たちも手伝うぜ。ん？ダチだろ。そうか。ああ、ダチのダチはダチだからな。何言ってんだこいつは。あ、そうだ、お前らと友情の印してなかったな。ポーゼはゼロたち全員と友情の印を交わした。よし、これで俺たちは正真正銘のダチだ。じゃあ早速行こう。ライジングガンダム、お前はどうする？私はもうしばらくここにいるわ。他にも怪我をした人がいるもの。わかった、頼んだぜ。うん、なでしこ捜索。こういうとこは入れないんですね。来る前にまだ道がありましたから探索をしていきましょう。ここは単純にあれか。通路がつながるだけか。俺のビッグバンはもう止められないぜ。これは強そうだ。ミスった、左側。なんか回避率が上がったっぽいぞ。めっちゃこうかわされる。あー、いっぱい手に入れてんな。どうしようこのアイテム群。うーん、ちょっとこいつらだけで合成できるのかな。あー、ちょっともったいないけど捨てちゃおう。これとこれ一旦ちょっと拠点に戻ります。で、アイテムラボに行って、装備強化で、あれ、パンツとかと合成しないといけないの。どうすりゃいいんだ。倉庫、アイテムを預ければいいんだ。素材はちょっと一旦全部預けよう。素材同士は合成できないみたいですね。あれ、素材 R があるな。ちょっと待って、もう一回ちょっと一回引き出して、わーっと、で、ダメだ、やっぱできないわ。じゃあちょっと素材は一回預けましょう。やっぱり
立つじゃない。よし、 OK。 じゃあちょっともう一回、第3区間区の方へ進んでいきたいと思います。もう一個中継地点が欲しいっすね。第3区画用の、まあ、近いといえば近いんだけど。うわー、こいつは水に弱いからウォータースラッシュ。なんかミスが続くな。いってお金にしたい気もするけど、装備品もな、なんかいいのが売ってないかな。なかなかシビアですね、全体的に。ちょっとこっちをまだ捜索してないところがあるので。忍者3部隊か。忍者が3人いるわけじゃないけど。早い。うわ、めっちゃかわされるよ。この回避率上げるってマジかよ全然当たらない。これでまたマジックパワーが減っていく。ブラックやっぱりちょっと弱いな。際立って弱い。回避率が高いなこいつマジで攻撃が当たんない。おお、回避が元に戻った。どんだけ回避率上がってんだよマジ。早めに始末した方が良さそうですね、あいつは。一旦目でSP がない、もう半分くらい減ってる。で、こっちっすね。こっちがまだ行ってない。うわー、バックアタック。ウルトラマンカラータイマーが発動すると弱いキャンな。あ、アイテムですね。600円。600M ってなんだっけ、マテリアルだ。うお、勝った。で、こっちに来て、でこっちか。ここもまた開かないところ。あ、しまった。ウィザードを回復させてない。もう一回くらいは持つか。むしろブラックがやばい。いや、ちょっと本当にレベルが上がってくれないと厳しいな、これは。うん、分岐が多いな。ちょっとこの右のやつからやっぱり始末しないと。ヘルハウンド。よし、オッケー。パワーはそんな高くないのか、回転率が高いと。さっきのボスのカメレオン系ですね。回避率は高いけど、
ットポイントが少ないっていう。うわー始まっちゃったよ。おい誰か襲われているぞ。あれはなでしこだ。早い。キャー待て、完全に変質者だな右のやつ。あてめえなでしこに何しやがんだ。ん、貴様そいつを返せ。何、なでしこは俺のダチだ。ダチを守るのがダチってもんだ。ん、怠慢張らせてもらうぜ。怠慢張らせてもらうぜ。お、なでしこやれるのか。やれるやれる。邪魔する気か。ち、お前らやっちまえ。いっぱいいる。行くぞ行くぞ。うわうわ、ちょろいぜ、ちょろいちょろい、えい、うわよいしょ、うほ、えい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 、なでしこっきー、うわー、すげえな。お、おもれ、よし、とどめは二人で一緒に、二人で一緒に行くぜ。なでしこの手にもロケットが。ダブルダイダーロケットパンチ、キャー。変態くんかわいそうっすね、こう見ると。やったぜやったぜ。俺たちの出る幕はなかったぜ。しかし気になるな、敵はなぜなでしこ。とにかくこれでフォーゼの目的は済んだな。ああありがとな。でこれからどうするんだ。そうだな、できれば俺たちと共に戦ってほしいのだが。お前らと。もちろんいいぜ。今度は俺が恩返しをする番だ。すべてのヒーローとダチになる。おお、仮面ライダーフォーゼが仲間になった。よろしくな。で俺たちの敵っていうのはどいつだ。ここで話すのもなんだから俺たちの拠点へ行こう。おお、拠点へ勝手に強制送還された。拠点に着いたゼロたちはフォーゼを光に紹介し、欠片とそれを狙う敵のことを説明した。そんなヤバいことになってるとは知らなかったぜ。そのかけらってのは絶対に敵に渡しちゃダメだ。その通りだフォーゼ、敵よりも先に我々で探し出す必要がある。けどコロニーキューブだって広いんだ、どうやって探すんだ。ああ、もし近くにあれば異常なエネルギー反応が観測されるはずなんだ。異常反応か、ちょっと心当たりはないな。そうか、根気強く捜索を続けるしか方法はないな。大丈夫だ、俺が絶対に見つけ出してやる、見つけ出してやる。ところでその子は。ああ紹介がまだだったな。こいつはなでしこ、俺のダチだ。なでしこはすっげえ強えんだな。みんなを見たよな。ああ驚いたぜ、コンビネーションもバッチリだった。それは頼もしい戦力が加わったな。なでしこ、これからも俺と一緒に戦おうぜ。フォーゼはなでしこと友情の印を交わそうとしてその手を止めた。友情の印はいいや、なんか友情とはちょっと違う気がするんだ。ん？ははは、とにかくこれからもよろしくな。よし、それじゃあそろそろ捜索の準備に入ろうぜ。ところでメンバーが5人になったことだし少し説明しておこう。パーティー編成はブリーフィングルームでできる。例えば新しく仲間になったフォーゼを連れていくならブリーフィングルームでメンバーの入れ替えを忘れないようにしてくれ。なお普通の会話は先頭のメンバーが優先的に話すことになるだろう。わかったか。うん、そんくらいわかります。よし、それでは頼んだぞ。パーティー編成と待機行動が解放されました。あ、パーティー行動、待機行動、待機中のヒーローに指示を出します。何の。
ちょっとパーティー編成、ブラックがなちょっと弱いからな、どうしよう。まずウルトラマンゼロはまあピコンピコンシステムがあるけど、やっぱり強いからな、入れたいよな。まあ、ウィザードは持ってって、ゴッドガンダムゼロ、ブラック外そう。ちょっとあとで RX になったら強くなりそうだけど、一旦新しく仲間になったフォーゼを連れてってみましょう。で待機行動っていうのがあるので、チュートリアル、待機行動チュートリアルを始めます。パーティーメンバーに選ばなかったヒーローに待機中の行動を指示することができます。待機行動を設定するにはブリーフィングルームの待機行動コマンドを実行します。パーティーメンバーが一定数の戦闘を行うたびに、待機メンバーが待機行動を行い経験値が貯まります。経験値が一定量貯まると、その待機行動がレベルアップし効果が高くなります。各待機行動の効果は次の通りです。スキル修練は、スキル修練中のヒーローが追加で AP を得られます。警戒任務はマテリアルを入手できます。素材採取は装備を強化するためのアイテムを入手できます。手に入れた素材は自動的に倉庫へ送られ、倉庫に空きがなく入らなかったものは売却されます。待機行動のチュートリアルは以上です。うん、なるほど、仮面ライダーブラック、うん、まあ AP が一番いいっすね。これにしましょう。でちょっとチップなんか手に入れたっけ。なんもない。アイテムラボ、購入、うん、これいつ増えるんだろうな。まあ進めていけば増えるのかな。買えるアイテムが増えたぞとか言ってきそうっすね。ネガティブとかプレッシャーとか高えしな。とりあえず素材を一旦預けましょう。こっちか。パンツが余ってるから、パンツをフォーゼに装備させよう。間違えた。ほい。でスキルツリーか、ちょっとスキルが溜まってきたかな。これをレベル2にして、スターダストランとかもレベル2は必要か。これ1で手に入れられる。で、あー、メインクエストを進めないとダメなのか。ほい。とりあえずこいつは OK だな。で、ゴッドガンダムはゴッドフィンガー3。ゴッドフィンガー3っすか。ゴッドスラッシュ台風、あ、敵全体だ。 SP16 ってめっちゃ消費すんな。まあ一応ちょっと全体攻撃覚えとこう。あればレベル上げとかに役立ちそう。で、ウルトラゼロキック、これもメインクエストを進めないとダメなのか。せっかくだから覚えてと。まあウルトラマンもこんなもんか。メタモルフォーゼじゃなくてライダーフォーゼ。下はランチャー&レーダー、命中率を下げる。あ、敵全体だ。ちょっと弱いな。弱いけど覚えとくか。これでも敵全体系が多い。ハンマーモジュール、これはライダー100億ボルトバースト。これも敵全体だな。これまで覚えとくか。もうちょっと覚えられないからな。 OK、 よし、こんなもんですかね。で、装備も大丈夫。クエスト今どうなってんの。ああ、でも、あ、かけらの捜索はまだ進行中か。うん、他は全部いつの間にかクリアしてますね。サブクエストは何にもなしと。まあ、こんなもんかな。はい、では今回はここまでにして、まあ、なでしこを救出してまたかけらの捜索に戻る感じですね。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。